願いします。本日4月14日、弘前公園北の車にあります開花標準木の開花を確認いたしました。予想が当たって嬉しく思っています。本日の開花を受けて、今後の気温が高く推移するという予想になっておりますので、満開日については、4月の18日に満開を迎えるという予想になります。要因としましてはですね、今年1月、2月が非常に天気が良くてですね、気温が高かったというのも影響していると思います。はい、あとは3月に後半入ってから、平年よりも高く気温が推移したところも一つの要因だと思っております。まあ、雨とかも、週1回雨も最近降ってますし、気温も高いんですけれども、おおむね極端に低温だったり高温だったりというのが上下することもなく続いておりますので、いい花が咲くと思っております。これからソメイヨシノの満開を迎えますので、ぜひソメイヨシノが咲いていく様を楽しんでいただければと思います。ソメイヨシノ、今後、どうしても4月下旬にかけては終わりを迎える、葉桜にはなるかと思うんですが、その頃にはですね、ソメイヨシノに続いて咲く八重桜がですね、見ごろを迎えますので、ぜひそちらも楽しんでいただければと思います。ちょっと待って、雨やぞ。